はいどうも、イースセルセタの次回の実況プレイ。今ベスビオさんに向かってるのかな。そう、月の仮面を入手しに向かっております。でどうもレムノス君がこの先にいるんじゃないかということで、カーナちゃんを使おうかなと思います。さあやりますかね。装備はね、あ、なんか見たことある猿。倒してく？あ、ラウンドリッパー。お、ちょっと待った。覚えたぞ、覚えたぞ。ミストラルスピンっぽい技だったな。マルチスナイプは遠距離で強いよな。ラウンドリッパー、これ、自分の周囲を回転するナイフを投げ、近くにいる敵を攻撃するか。どうだろうな。ミストラルスピンよりも隙が少ない感じですかね。あ、そうだ、言いかけたのは装備かな。グレアスローちょっと鍛えておいたかな。そう、まあメインで使ってことになると思ってなかったんでね。レベルの差がこうだいぶ開いてる感じ、敵とのね。でも全然倒してきますね。まあ、おそらくはなんとか強力なんでしょう。多分そういうことだと思うんだ。ちょっと待ってね、マップの出来具合なんかしっかり。おっと、200ポイント。近距離用の技っていうのはいいかもしれないね。なるほどな。まあ次のボス戦までにちゃんと鍛えておくかな。次のボス戦っていうかこのボス戦ってことやな。そうだから、まあ稼ぎはやっていきます、しっかりとね。カナちゃんやっぱ使いやすいよね。あ、ちょ、うわ、待って、ダメージでかい。しかも食らいに行ってしまった。氷結防御した方が良さそうだな。でも遠距離であれば分があるわけで。あ、そうだ、装備でね、これか、英雄の指輪、前回入手したやつですけどね。これ使っていますか。なんかエクストラスキルが変化するらしいよって書いてありますけど、まあ、ちょっと試してみますかね。パワートローチ、あ、上の方に宝箱があると。でそこまでいけないですね。エクストラスキルは変わるみたいなんだけどね。まあ、ちょっとどんな感じなのかやってみましょう。次の強敵で、いや雑魚敵でもいいか。あ、でもこれもったいないか、やっぱり。ドロップキックしていくじゃないか。あ、サイクロンエッジだって。はい、これはなんか射程長そうだね。ラウンジャーかなんだっけ。これか、射程は。まあでも長そうか。でも攻撃力も高そうですね。ちょっと使ってみるか。カーナのスキルとしては、あ、こいつにいいや。お、あ、ちょっとフリーダーに邪魔された感じだけど、ちょっとダメージ受けすぎ、ちょっと危ない。サイクロンエンジン発生でも若干遅いか。あ、間違った。ちょっと一旦出直すか。はい、おおむね戻ってきたかな。まあいいか。あ、ちょっと待って、あれタックルで壊すのかな。まあいい、この辺のやつとりあえず倒しちゃおう。なんかコストパフォーマンスに優れたスキルよく覚えられますね。魔法具、疾風の靴つけて、ボタン操作がさ、今更なんだけどさ、いつも言ってるんだけどさ、もう覚えてないんで。
壊せますね。なるほど。あ、 UFO がある。宇宙人がもうあれだな、地球に来ていたんだな。このゲームさ、すべてのボタンを使うんですげえ難しいんですよね。今更すぎる。どのボタンでどのメニューが開くのか分かんなくなっちゃうんだよな。ボタン覚えるの苦手でさ。いつもそんなこと言ってて大丈夫なのかっていう。あら、アドラ君どうしたんだ。あ、記憶がある。あ、自動で触れるのか。編成する手間が省けてよかったね。あれ、これ誰だろう。なんとか王かな。それはいい計画だね。ぜひ即刻実践していただきたい。それはいいですね。そしてなんか裏から世界を操るような真似はやめていただきたいね。なるほどな。だからまだ計画の途中なんだな。そう、レファンス、なんか高潔な人っぽいね、なんとなくね。あ、他にもあるんだね。なるほどな。よし、まあ、全部見たいね。でこの下の宝箱取れないんだよな。なるほどな。とりあえず行けるところは行ったよね。ちょっと待って、一応マップだけ見ようか。なんか壊れせるところがあるから、その宝箱さ、まだ行けないよな。もう行けないな。行けないね。ちょっと取り忘れなしで行きたいもんな。とか言いつつ、あの毎回こう取り忘れてるんですけど、あとでなんかちゃんと取ってるんですけどね。よし、魔法具変えた方がいいかな。精霊の衣にしておくか。でなんか武器に入れた回復は効果を発揮していて、特に今のところ問題はない感じですけどね。あ、なんだこれ、カブトムシっぽいぞ。また強くなっちまった。よしよし、着実にこうレベルを上げて、サイクロンエイジ使い勝手どうですかね。あ、なんか良さげな素材もらえますね。うん、なんかこう横方向でも広い感じがする、範囲が。悪くないんじゃないかな。そして宝箱があると、よしよし、トローチ使ってみたいんだけどな。でボス戦でこう使わないぞとか思うと
一体いつ使えば良いんだろうかっていう。普段使えばいいんだろうけど。あ、これは、あ、はいはい。あ、なるほどなるほど。これで上に上がるか。すごい。ちょっと楽しいけどさ、楽しいんだけどさ楽しすぎ。あ、どこ行った、どこにいる。あ、敵はいなくなった。誰が倒したのかな。これ何でしたっけ。A 機のベルト、英雄の指輪どうですかね。今つけてる必要ないよね、とりあえずはね。あ、戦車の刻印3にしておくか。A 機のベルトの効果を確認したい。これか、攻撃を受けると SP 入手か。どうかな、攻撃受けたくないもんな。なんか敵がいるのかな、見えない時が。攻撃仕掛けてますけど、これでこっちを塞いで右から登るのかな。そういうことみたいだね。あれ、はい、よしよし。ここだね、そこ入れるわけだな。その前にこっち見るべきかな。あの、なんだっけ、あれ、ああ、滑る滑る滑る、うわすごい。あれ関係なかったね、なんだっけ、小人関係なかったねあの落とし穴入るべきだったかな。いや、滑りますね。これ石の靴がまたありそうじゃないまたってなんだって感じだけど、前作品って意味だ。うわ、2体いるぞ、2体。そうだね、ちょっと2体いるからね、ちょっとどうしようもないんですけど、これは一旦回復取るか。さあ、こここんな感じかな。あ、なんかまた凍らされたか。ちょっとちょっとちょっと、あ、ちょっとどっちに向けて攻撃してるんだ。どうせまず倒してしまうと。サイクロンエッジどうなんだろうな。150ぐらいでしょ。いや、160ぐらいか。ちょっとマルチスナイプの連射と比べるとどんな感じ。なるほど。でもまあSP との費用対効果で考えると優秀なのかな。どれだっけ、サイクロンエッジか。どうするか。ルーンクロークプラス7か。あ、とりあえず一つ余った感じだよな。アドルにでもつけておいて、うん、なんか結構強化されてますけど、まあ大したことはないよな。じゃあ戻りますかね。そこのなんか右の奥に宝箱があるから、それを取りますか。あ、いけないかもしれないんじゃない、これもしかして。あ、落ちちゃったぞ。どこだここ。あ、なるほど、こうなっていたか。なるほどな。さあ、また滑れないですよ。右の方に行ってみたいから、ここだここだ。ちょ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 、難しい。かなちゃん楽しそう、これ。でもケツ熱いだろうな、これスカート破れちゃうだろうな。とりあえずこいつを始末しなくてもいいか。ゆっくり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 、あー、ゆっくりゆっくりゆっくり。それを開ける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 。よし、やったね。とりあえず
そこ落ちてもいいことはないから、こっちだな。この先が正解ですかね。あ、なんかある。なんだ、あら、レムノス、レムノス。いや、うん、来たよ。そうだね、いい曲だな。まあ、こうまずこう雑談から入って雑談から入って、こうあれだよね話をこう本題にだんだん持っていくっていう感じでねうん、情報源、情報源。うん、グルーダ様の懸念はただ一つ。ああ、なるほどな。月の仮面ね、だからそこを封じてしまおうってことだね、アドルたちに取られる前に。杞憂だったみたい。あ、そうなの。あ、そうなんだ。それをよこしたまえ。うん、あ、そうなんだ、壊れてる。あ、だから2箇所に反応があったのか。じゃあ片方もなんだっけ、トルメスコ城遺跡だっけにあるのか。そういうことか。どっちかが本当でどっちかが偽物とか、そういうことじゃないんだね。どっちも本物ってことか。あ、なるほどな。レムノス君いいやつだな、残しててくれたんだね。うん、カナちゃん黙ってないんじゃない？ん？仮面似合ってんじゃん、その仮面かっこいいじゃん。僕もそれつけて仕事に行こうかな今度かっちょいい。お、あー、ちょっとバレちゃってたみたいだね。やばいじゃんそれ。あら、やっぱそういうことだったんだね。頭のいい男だよなやっぱりな。やれやれ。レムノス、あ、今までのずっとそうだったってことなのか。なるほどな、信じていた今ならそう言える本当かよすいません、嘘って疑ってましたレムノスはやっぱりいいやつだったやっぱ初対面の印象重要だよなあ、よし、さあやるか。さあ、あ、しまった、ちょっと待って、この魔法器いらない常に動き続けないと、こいつらは相手には、こいつら投射攻撃を持ってるから気をつけないとな。英雄の指はつけてませんけども、
サイクロネジやっぱり優秀か。若干発生が遅い以外は特に問題がないかな。そう、当たらん。危ない。危ない危ない危ない。よーし、うん、立ち回り分かってたからな。ノーダメージっぽいな。大丈夫かな。あ、大丈夫そうだね。そんな、大丈夫かな。うん、あ、誰だ。あ、レオくんじゃないか。なるほど、よし、そうみたいだね。あ、やばい、そういうことだったのか。アドル君と約束したもんね。なぜ分かったら教えてくれって。ああ、そういうことだったのか。レオ君、軽眼の持ち主じゃないかな。かなかなんか普段のあの気候に騙されてたね。そうだね、お得意ありますね、みんなね。よし、任した。よし、感謝する。素直じゃないな。うん、あ、場所知ってるかな。よし、行きますか。まあゆっくり休むのだな。よし、じゃあ今回はここで終わりにしようかな。いや、なかなかこうあれだね、目頭の熱くなるいい展開ですね。感動してます。というわけで今回はここで終わりします。ご視聴ありがとうございました。